何をしておる。高須、安成はどうした。わからん、急ぎから聞いてしまった。お主どこにいる。明快だ、まさかとに会える。それはならぬ、今は動く時ではない。まして正門はまだ覚醒しておらん。我らと共に動け。それが結局のところお主らの願いを叶える一番の近道じゃ。わしは正門に謝らなければならぬことがあるのです。謝る。やつが覚醒しておろうがおるまいが、わしはやつに詫びねばならぬ。そのために正門に会いに。それに割もなければ日もないのさ。分かってくれとは言わぬ。しかしそこをどいてくれ。利もなくば日もなくか。わしに残された時間はもうそう長くない。ただしお主も体の異変に気づいておろう。武士の情けじゃ。そこを解け。とうだ、お主はよいのう。よい。お主にはこの世界でやらねばならぬことがある。それだけでも。何の目的もなく、ただここにいるだけのわしの人は幸せじゃ。ならばそこをぜひに及ばず、わしを倒してから行け。わからずやめ。目を覚ませ。Yeah!
じゃ。わしに、わしに殺せぞするな。なんじゃと。正門を取り戻すには我らの勢力を増さねばなるまい。どう考えてみろ。正門に対抗するには我らの勢力は増さねばならないのだ。確かに現世の時も正門の部員は凄まじかった。復活した正門はその日ではなかった。正門を殺すならまだしも、生け捕るとなるとこちらの兵力の増強は必須じゃ。されはどうする。よくもんじんじゃ。さらだか。さよう。明海本軍と比べればまだ攻略しやすいが、我らで攻めれば落とせぬことはあるまい。確かに。召喚できぬ。それは生命は道満の策だ。策？冥界の者どももまんまとその策にはまっておるわ。冥界の者はマサカドを召喚することができるのか。そうだ。それは誰じゃ。それは騙されてないぞ。高さ。おお、高さも来ておったか。道理で。
東太が迷わずここにたどり着けたわけが分かったわ。東太、これは秀頼の策じゃ。お前を離反させようとしておるのじゃ。秀頼、お前をここで打ち倒してくれようか。目を鳴らせ。よかろう。